どうもレトロ池田です。炊飯器には圧力炊飯と謳っているものがあります。圧力というのは釜の中の水蒸気を加熱して中の気圧を上げて炊飯させる仕組みのことです。これで何が変わるのかといえば、先ほどの大火力につながっていきます。水の沸点は普通100度ですけど、圧力が変わると沸点が上がります。普通の1気圧が 1.2 気圧になると水の沸点は105度になりますので、その分高温で炊飯できます。高温になればなるほどお米のでんぷんが糖に変わって甘みのあるご飯に仕上がるというわけです。また炊飯時間もやや短くなります。圧力炊飯で炊いたご飯はもっちりとした食感になります。味覚の好みというのは人それぞれなので一概には言えませんが、圧力炊飯の特徴は押さえておきましょう。仕組みを理解して豊かな家電生活をお過ごしください。